はい、ワード2。ペロンチョ様いらっしゃい。楽しんでて。おー、メリークリスマス。ジンジャーありがとう。匿名さんありがとう。メリークリー。ハニーは寝てるよ。風邪ひいてる。俺が風邪うつしちゃった。後ろで寝てまーす。古代さん、ワドツ。ワドツ、古代さん、いらっしゃい。20名さんいらっしゃい。ダメなの、重てえな。パソコンがヒーヒー言ってるな。トロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさんはどつがわからないからお邪魔します。はい、どうも、いらっしゃい。楽しんでってください。ダメなの、重たすぎるな、いいから何でも。どうしようかな、やっぱフォトショか。いられ一回落とすか。ワド2っていうのはワドお疲れみたいな意味らしいよ。なんか自然発生的にみんながそう言い始める。古代さん作業してる画面も見たいな。いや、それがね、キャプチャーができないんだよ、俺のパソコン。本当はやりたいんだけど、作業画面配信やりたいのよ本当は。だけどできないの。パソコンにソフトをね、Windows でそれをやるソフトが、あ、じゃあ、ふわっち、どうしようかな。古代さん、残念。いや、Mac で放送すればそれができるんだけど、Mac だと音質が下がるんだよな。ちょっとできないかな。うん。トロキン太郎、アットマーク、お疲れ、カウボーイさん、ありがとうございます。すごいっすね。みんな、息が合ってる。なんかね、みんな、古い古参の人たちがノリで始めたんだよね。ワドお疲れって言ったら、みんなワドツワドツーって言って。もう3年以上やってるからね、配信ね。結構古いからさ。
なんだかんだ古い組に入ってくるようになってきたよね、だんだん。トロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん3年ってことは他の母体なんですね、キャスかな。いや俺はニコ生だよ、俺はキャスじゃない、ニコ生出身。俺はニコ生系配信者です、もともとは。キャスもちょっとやったけど、キャスでは当たらなかったね。人が全然増えなかった。キャスは大外れ。コロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさんニコ生ですね。あそこは苦手で持たなかった涙。あ、ダメだった。まあ荒くるものばっかりだからね、あそこはね、うん、古いサイトだから。昔はねニコ生がメインだったんですよ。やっぱメインサイトはみんなニコ生だった。ニコ生がねキャスよりも全然流行ってるサイトだったからね。ニコ生しかなかったって言ってもいいよね。古いネット文化ですよ。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、リスナーの色があるんですね、アプリで。あるある、全然あるよ、全然ある、全然あるよ。最近の若い人は分かんないかもしれないけど、山形さん風船をプレゼントしました。山形さん風船ありがとう。山形さん風船をプレゼントしました。風船ありがとうございます。全然古いサイトと新しいサイトで色が全然違う。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、僕は東京電力のやってたセプコ光の光そうってとこで遊んでました。あー、わかんないな、わかんないね。ごめんね、そこがわかんないわ。よいしょ。さてと。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、ちっさいとこですからね、すいません。ん？てか、そこが何の施設なのかわかんないかな？何の話かわかんない。ごめんね。お疲れカウボーイさんは同じ動画配信サービスがあったんですよ、3回戦の宣伝用に。へえ、そうなんだ、知らなかった。あ、そういうことか、配信サイトがあったんだ、それは全然知らなかったな、うん、へえ、そうなんだ。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさんでは邪魔になっちゃうし潜って見てます。あ、いいよ、全然喋って喋って、喋ってくれた方がありがたい、うん、全然邪魔じゃないよ。
潜ってでも喋らないよ多分俺。作業枠だと。トロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、いや聞きながら寝落ちしないと明日の仕事も。あ、そっか、明日仕事なんだ。頑張ってね。俺明日休みだわ。頑張って頑張って。ありがとうね、コメントたくさんくれて。そういうことか。じゃあロムっておやすみなさい。トロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、ありがとうございます。お邪魔しました、うん、こちらこそ勉強になりました。また来てね、ありがとね。よし、できたできたできた。シャーできた。フリーフォント持ってこようかな。
どこか変わった？いや、まだ変わってない。全然変わってない。超サイトって大変なのよ。あのメニューの1個のやつの写真、メニュー1個1個に写真を載せようと思ってて、俺の写真のくり抜きをしてた。この俺が立って歩いてる姿の写真加工をしてた。だからメニュー1個作るのにこんだけ時間かけてんのよ。だからその代わりすごいかっこいいサイトできると思うよ。個人サイトはさ、もう一個一個こだわり抜けるから。古代さん、なるほど W。うん。今フォントを選んでる感じかな。あれこれ悩むのも楽しいんだよね。楽しい楽しい。もう自分の世界観を 100% 表現できるわけじゃん。縛りがないからすごいいいよ。もうアートみたいなもんだから、ウェブは、サイトは作品なんだよ。すごい楽しいよ。だからなんか芸術やってる感じがする、感覚的には。古代さん、一度作り始めると終われなくなる W。 そうそうそう、もう無限に続くゲームだから。コンテンツの中身も重要なんだけど、グラフィックとか綺麗にしたいなと思ってるから、それが和道クオリティだからさ。
いっか。あ、間違えた。やべえ。間違えちゃったよ。くっそ。黒背景だって。やっちゃったー。やらかした。またフォトショップだ。素材、黒背景なのに黒で作っちゃったよ。やっちゃったよ。アホだね。作り直し。古代さん、RW。あるあるだよね。あるある。アホだよね。白。やっちゃったよ。めんどくせえ。めんどくせえな。よし、できた。でもなんか手作りのものってなんかいいよね。なんか感慨深いものがあるよね。そうさ、伝わるじゃん、作り手の意図みたいなのが。愛情込めて作るとさ、伝わるんだよ、リスナーさんにも。え、新しいフォロワーさん紹介します。金太郎さんフォローありがとう。うん、いいよね、なんかね。
やっぱあれだな、フォントが良くないな。フォントでだいぶイメージ変わるな。フォントやっぱやろう、ちゃんと。フォント選定ちゃんとやんないとダメだわ。ダサいフォントが。このフォントダメだな。いいなと思ったフォントがあんまり良くなかったわ。難しいな。大丈夫のんたん、なんか言ったら俺全然動くかんね。うん、あれやってこれやってってお願いしていいんだかんね。うん、逆に言わないと何にも動かないから俺。そう、アスペ野郎だから。のんたんそこで寝てたのか。そこで寝てるよ。眉毛が太いよ。ほったらかしにしてたでしょ。
今日閲覧全体的に少ねえな。それそうだよ。ねえ、みんなリア充なんだね。みんなリア充だよ。テイゾさんメリクリ。はい、メリクリ。テイゾさんいらっしゃい。メリクリなんだ。メリクリメリクリスマス。みんなクリスマスなんかやってるよ。え？俺？いや、そのまま行く。
バツイチさん風船をプレゼントしました。おバツイチさん風船ありがとう。バツイチさん風船をプレゼントしました。ありがとうございます。のんたん派、赤いハート。のんたん後ろに寝てる、風邪ひいちゃったんだよね。みんなのんたん大好きだね。おっしゃできた。やってみっか。できた。間違えた。メディア。
のばっちさんや。おい、のばっちいらっしゃい。楽しんでて。いやいや、メリクリだね。メリークリスマス。古代さん、日付変わって今日本番だけどなんか予定ある？今日本番って何？いや、ないね。できたよ。できたよ。時間かかったな。1時間ぐらいかけてやっとこれだよ。テストがお問い合わせになりました。お問い合わせのこの一つのボタン作るのに1時間かかってんだけど。お問い合わせ作るのに。超厳しいよね。お問い合わせできたよ。HTML、ホバー古代さんをできたね、できたできた。で、これをもう一個今仕掛け入れるから。古代さん一個できたね、 W 一個できた。翔さん、詐欺サイトか。はい、NG でーす。古代さん、影絵みたいなのが和道か。そうそうそう、その写真をさっきやってたのよ。え？古代さん、フォントもいい感じ。フォントいい感じだよね。読み上げ W、 かずみちって W、 かずみちになっちゃうんだよね、のばっちさん。イブに彼女ととかくっそリア充やん、かずみち。そうだな。悪いな、みんな。まあ普通に過ごしてるけどね。普通に。本当に。トゥルルーンって言うんだよね。あれ？オンマウス。オンマウスオーバーディスクロール、画像メモになる。これだ。オンマウスオーバーディスクロール。古代さん、あだ名が風道になりそう。 W、 いや、ならないね。オンマウスオーバーディスクロール。オンマーソーバー、オンマーソーバー、オンマース、
あれなんだっけ、オンマンソーバーだっけ、アハーフイメージスクロール、オンマウスオーバーディスクロール、オンマウスオーバーディスクロール、オンマウスオーバーディスこれだ、オンマウスイメージスクロール、オンマウスオーバーディスクロール、英語で、英語の方が圧倒的に有利だよな。バッチさん BGM 受ける W 受ける、あれ保存できねえな、パクったな、カスタマイズ、あれできないな、オンマウスオーバーディスクロール、あれできないな、なんでだろう、イメージスクロール、ダブルリング、オンマウスオーバー、なんでだろう、なんでできないんだろうな、
あれ？なんだ？なんだろう？できない。まあ、いったな。できないな。オンマウスオーバーじゃないのかな。ディスクロール、オンマウスオーバー、ディスクロール。オンマウスオーバー、ディスクロール。画像のよ、オンマウスアウト、ディスクロール。あれなんだろうな。アハーフ。リンク先の URL でしょ？アハーフ。なんでだろう。全然わかんねえ。古代さん、さっきの枠の WEB 屋さんまた来てくれないかね。あ、いや、いや、原因はね、特定できてんだよ、今回は。ただ、不具合だね、完全に。ようつべ速報さん、ふわっす。おー、ようつべ速報さん、ご無沙汰っす。お元気っすか？あ、なんとなくわかったかもしんね。他のが優先されてんのかも。要は他のマウスオーバーが優先されてんのかもしれない。様子で速報さん元気はないです。元気はないの？なんで？なんで？元気じゃないんだ。サイト作ってるんですか？そうなんですよ。ワードプレスでサイト作ってるんですよ。だけどね、うまく反映されないんだよね。なんでなんだろう。イメージスクロール。なんでなんだ？それが原因がまだわかんないんだよね。様子で速報さん多少ならわかりますが、どういうことですか？ほんとね、グローバルメニューの、グローバルメニュー作ってるんだけど、オンマウスした時と、マウスオーバー、だからマウス乗せた時に画像が切り替わるようにしようかなと思ってんだけどね、なぜかワードプレスで反映されないんですよね。これだってされるんだよな。なんでだ。鉄拳さん、今日、鮫島のとこ行くの？あ、鉄拳さんいらっしゃい。鮫島さんとコラボの予定ですね。あれ？なんでだろう。全然わかんねえ。オンマースオーバーだったっけな。なんだ？鉄拳さん遊びに。そうっすね。クリスマスパーティーやろうよっていう風に言う、お誘いいただいてて。あ、で、あ、いいっすねって言って。やりましょうやりましょうって前から言ってたんですよ。うん。両津部速報さん、インポータントで強制力持たせるとか、どうですか？インポータントか。その辺わかんなかったな。あ、その辺詳しいんすね。鉄拳さん、家汚くね。いや、汚いね、鮫島さんの家は。新しいフォロワーさん、ヒュームレイさん、金太郎さんフォローありがとう。ディスクロール、マウスオーバー、マウスアウト。イメージ、ディスクロール。合ってるな。まあいいや、今日はこの辺にしとこう。めんどくさくなってきた。
両つべ速報さん、私も初心者ですが四苦八苦してサイト作ってますから。あ、そうなんだ。楽しいっすよね。楽しいっすよね、サイト作り。僕も四苦八苦してますよ。強制力を持たせるって、はあ、そういう技なんだ。雑談しようかな。じゃあもう今日は休憩にしよう。これくらいで。大変なことになる。だんだん疲れてきた。全体的にリスナー少ねえな今日な。やっぱり全体的に少ねえわ。
騒いでるか寝てるか、まあどっちかだろうね。もっと人集まると思ったけどね、クリスマスぼっちが多いのかなと思ってたから、子さんリスナーも全員寝てるよ。ふて寝か、ふて寝か女がいるかのどっちかだよね。リア充どもめ、リア充だな、みんな。昼間集まんのかな。金梅さんも閲覧少ないか今日は、のんたんどう体調微妙かい。喉が痛い。喉痛い、大丈夫そう？普通に仕事があって通常運転の場合、いやだって日曜日でしょ、今日日曜日だよ、仕事あるか、楽ね。あんのかな。うちの家族2人仕事、マジだ。あ、まあ業種によるか、業種によっては忙しいもんな。今からアップルパイ俺作ろうかな、のんたんのためにアップルパイ作ろうかな俺。アップルパイ食べたい？わかんない、できないと思う絶対できないと思うけど、アップルパイ作ってみる？のんたんのために。俺が聖なる夜に。小麦粉。小麦粉、何を買ってくればいいの？アップルパイ作ろうか。小麦粉と、小麦粉と、小麦粉とバターがあれば大丈夫？リンゴ、リンゴと、ちょっと待ってパソコンシャットアウトするわ。アップルパイいいよね。アップルパイの作り方検索していい？いや作ったことないよ、作ったことないけど、なんかクリスマスの日になんかを作るってよくない？いや彼女風邪ひいてるからね、持ってこうか。うまくできたもんね、
アップルパイ作るか。アップルパイ。アップルパイってどうやって作るんだろう。初めてでも簡単アップルパイの作り方。パイシート。パイシート。やっぱパイの作り方ないんだ。アップルパイで調べたよ。アップルパイレシピ。砂糖を煮詰めたりんご。うわこれめっちゃうまそう。何これ。うわうまそう。いろんな種類あるね。うわこれめっちゃうまそう。削除されてる。マジかよ。アップルパイいいな。パイ生地？パイ生地。作り方。パイ生地。クックパッドばっかりやな。強力粉、薄力粉、有塩バター、冷水。強力粉、薄力粉、冷水、バター。大変なの？本当に大変？じゃあやめよ。伸ばす棒か。ドラムスティックじゃダメかな、これじゃ。これだ、これだ。どうしようかね。でもなんかケーキ食べたくない？セブンイレブンで買ってこようか。食べたい？切ってあるやついい？いや、なんかあれじゃん。どうせあれでしょ？海入るんでしょ？どうせ海入れられて終わりでしょ？アップルパイめんどくさいからやめよう。今度やろう。うん。そうだね。お正月にやろう。おせちだって言い張って。うん。なんか食べたいもんある？まだお腹減ってない？お腹減ったら俺買いに行かんな。うん。俺作ってもいいし、なんか食べたいものあれば、うん。女配信者のところばっかり行ってるわ、みんな。リスナーが。ほんと現金だな。女配信者のところばっかりいるわ。アホだな、男ども。男どもアホだよ。裏切り者。男リスナー裏切り者。女リスナーのところばっかり行きやがって。え？いや、でもヒロ兄貴のコスプレ全然人集まってねえから。ヒロ兄貴全然人集まってねえ。ヒロ兄貴って知ってる？知らない？ニコ生超面白かったんで、こいつ。結構好きな配信者で。引退した理由が1年ぐらい前に、カメラの放送切れたと思って、枠が切れた瞬間にオナニー始めちゃって、それが全部流れちゃったの。そう。超面白かったよ。シコ兄貴って呼ばれてたんだ。そう。しかもなんか、オナニーし終わったらドヤ顔するんだよね、カメラに向かって。でプライド超高いやつで、それでヘラってやめちゃったんで、一回。
という、知らない古代さん。アンパンって名前でふわっちゃってんだけど、シコアニキって言って有名なの。ニコ生では結構有名。今、アンパンって名前でやってるね。腹減ったな。何時間前に飯食ったっけ。味噌煮のツイッター見てみようか。5時間前だ。5時間で俺腹減んのかよ。うん。うん。あ、8時じゃない。5時間前だから。2時、3時だから。9時ぐらいだね。うん。9時ぐらい。ダメだ。今日リスナー全然集まんねえわ。放送やめようかな。昼にしようかな。どう思う、のんた。全然人集まんねえ。いや、いや、朝、ほら、鮫島さんとコラボするタイミングでいいかなと思って。うん。うん。今日の枠どうしようかなと思って。商売上がったりでしょ、これ。あ、みんなテレビ見てんのか。うん。突待ちやるじゃん。クリスマスぼっちとつまちやろうか、ちょっと。ちょっと一回枠閉じて、ぼっちとつまちやります。はい。じゃあクリスマスに一人ぼっちのとつまちやります。和道サンタのとつまちやります。うん。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。